それでは定刻になりましたので始めさせていただきます。皆さんこんにちは。本日は阪南大学 AI データサイエンス教育研究所の開設記念講演会にご参加いただき誠にありがとうございます。本日の司会進行は、まあ、すでにチュートリアル講演を見ていただいているかもしれませんが、この AI データサイエンス教育研究所の所長を拝命いたしております前田を行わせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。本来であれば本学で対面で開催したいところではありましたが、まあ、こんなに現在のコロナ禍の状況を鑑みて、このような YouTube ライブでの、まあ、開催となりました。このような形での開催は実は本学としても初めての試みでありまして、まあ、慣れないことで不手際があるかもしれませんが、まあ、ネットワーク越しということで1時間程度でコンパクトに、その上で中身の濃い講演会に出したいと思っております。重ねてよろしくお願いいたします。それではまず講演会の開催にあたりまして、本学学長の田上より皆様にご挨拶がございます。それでは田上学長よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。阪南大学長の田上でございます。どうもご視聴ありがとうございます。本日はコニカミドルタ株式会社から AI 技術開発部長の近藤様にお越しいただきまして、 AI の社会実装やこれからの AI 教育についてのお話を伺う予定になっております。阪南大学は標榜開設以来、実学教育を標榜してまいりました。実学教育は、まあ、いわば机上の教育ではなくって、どちらかといえば実践的な教育、これを標榜するものでございますけれども、阪南大学のそれは、現在都大学に見られるようなものとは若干異なりまして、いつも一歩先の実学教育、これを心がけてまいりました。 IT という言葉がまた世間にそれほど広まる前から、経営情報学部を立ち上げ、観光立国が叫ばれる前から国際観光学部を立ち上げたというのもその一例かというふうに考えております。そして今 AI の登場によりまして社会が大きく変わろうとしているこの時代、職業の半分ぐらいが AI によって変わられちゃうんじゃないかと言われているこの時代に、我々は次の実学教育として何をやるべきか、我々の次世代型実学教育はどうあるべきか、という中でこの AI の教育、 AI データサイエンスに関する教育というものが大きな位置を占めるというふうに我々は考えました。で、設立されたのが今回の AI データサイエンス教育研究所です。本日はそのあたりの話もいろいろ出てくるかと思います。どうぞお楽しみに最後までご視聴していただければ幸いに存じます。田上学長ありがとうございました。本講演は2部構成となっております。まず最初に基調講演として、コニカミノルタ株式会社 IoT プラットフォーム開発統括部 AI 技術開発部の部長の近藤様より、AI 技術の社会実装の取り組みと、これからの AI データサイエンス教育というタイトルでご講演いただきたいと思います。近藤様は同社によってこれまで、介護施設での見守りシステムや、店舗での顧客行動解析、病理画像診断システム、印刷物検査システム、工場での製品検査システムなどで使われる、画像ですね、画像認識を中心とする AI 技術の開発を現在統括されておられます。なおですね、質問コメント等のある方はですね、今見ていただいている YouTube の YouTube のチャットをですねに書き込んでいただければ、まあ、時間の限りもございますので必ず、リプライできるとは限りませんが、この後の、2部でパネルディスカッションを用意しておりますので、そこで取り上げて、お答えいただけるかと思います。それでは近藤様よろしくお願いいたします。前田先生ご紹介ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました近藤と申します。本日は阪南大学様の AI データサイエンス教育研究所を開設ということで誠に光栄でございます。またそのような場でお話をさせていただくということで光栄に思っております。それでは早速お話をさせていただきたいと思います。スライドをお願いします。本日はこのようなタイトルでお話をさせていただきます。本日のお話ですけれども、まず
AI とはということで、今日視聴いただいている方が、まあ、高校生や、まあ、大学生の方が中心というふうに伺っておりますので、まあ、AI というのはどういうものかというのを簡単にお話をしたいと思います。そしてこの後に、まあ、AI というものが世の中で、まあ、どういうふうに役立つのかというところをお話したいと思います。そして最後に、まあ、これから来る、まあ、今始まっている AI の時代というところで、皆さんに、まあ、どういうことを身につけていただきたいかということをお話しさせていただきたいと思います。で、まず、まあ、AI とはということで、まあ、皆さんも普段ですね、いろいろ聞かれているかもしれませんけれども、まあ、AI というのはアーティフィシャルインテリジェンス、まあ、日本語で言うと、まあ、人工知能の略ということで、まあ、英語のですね、頭文字を持って AI というふうに呼ばれています。で、このまあ人工知能というのは、まあ、人工知能を研究している先生方たくさんおられるわけですけれども、結構その先生方によってちょっと捉え方が違ったりとかするんですけれども、まあ、一例としてですね、IT 用語辞典というもののページを取ってきました。で、IT 用語辞典の定義によると、まあ、人間にしかできなかったような高度認知的な作業や判断を、まあ、コンピューターを中心とする人工的なシステムにより行えるようにしたことということで、まあ、ここでポイントとなるのは、まあ、高度認知的な作業や判断、まあ、これが、まあ、コンピューターなどでできるようになるというところかと思います。で、その AI なんですけれども、まあ、今皆さんの身の回りにもですね、まあ、いろいろなところで使われていたりします。で、少し例をですね、挙げたいと思います。で、まず、まあ、左上のところ、これはですね、自動運転ですね。あの、今、自動車メーカーがどこもですね、必死になって開発をしていますけれども、まあ、自動運転の場合、まあ、いろいろな AI が使われていますけれども、まあ、例えばカメラでですね、前を撮影して、まあ、道路の白線がどこにあるのかとか、まあ、人がどこを歩いているのか、ということで、認識をするというところで、まあ、画像関連の AI の技術が使われています。で、2つ目は自動翻訳ということで、まあ、皆さんも、まあ、ウェブでですね、入力すると日本語から英語に勝手に翻訳されるとかですね、そういう機能を使ったことがあるかもしれませんけれども、これはまあ言語系のですね、AI というものが使われています。それからスマートスピーカーですね。で、スマートスピーカーに向けて、まあ、何か言葉を発すると、まあ、質問を投げると答えてくれてあるだとか、曲をかけてくれたりだとかですね、いうことをするわけですけども、ここでは、まあ、音声のですね、AI というものが使われています。で、最後は、まあ、ゲームですね。まあ、囲碁とか将棋とかのゲームですけども、まあ、数年前に囲碁でですね、AI が囲碁のですね、まあ、チャンピオンに勝ったとか、いうことで、まあ、非常に話題になりましたけれども、ここでは、次の一手をどうするのかみたいなところで、まあ、次の行動を決めるようなですね、AI の技術が使われています。で、この AI なんですけども、実はこれまで2回ですね、ブームっていうのが来ています。もう何十年も前の話になりますけども、で、今回の AI がまあ第3次、3回目の AI ブームだというふうに言われています。で、その AI のブームがですね、まあ、なぜ来たのかというところを少しお話をしたいと思います。で、これはまあ約8年ぐらい前の話になりますけれども、深層学習と呼ぶ、まあ、AI の技術があるんですけども、まあ、今日はあの技術の詳細はもうお話ししませんけども、まあ、この技術によって画像認識の性能がですね、飛躍的に向上したというのが、この第3次 AI ブームのきっかけだというふうになっています。で、その8年前ぐらいに何が起こったのかということなんですけども、この画像をですね、画像に写っているものが何かっていうものを認識する、分類するっていう、コンペみたいなものがですね、国際的に行われていました。で、まあ、こんな感じで、もう皆さんの方からはですね、何が写っているかわからないかもしれないですけれども、大量の画像、与えられて、まあ、1000種類の中から、まあ、どの画像かというのを、まあ、当てるというです、ね、コンペ、これに、まあ、世界中のです、ね、研究者とかが参加してです、ね、性能を争っていく、まあ、そういうのがあったんですけれども、
この場合ですね、どれぐらいの画像を使うかっていうと、100万枚の画像、100万枚以上の画像が渡されて、それで必死に覚えると、勉強すると。で、10万枚ぐらいの画像が与えられて、それがテストになっていてですね、1000種類のうちのどれですかっていうのを当てていく。そういう、競技みたいなものです。で、その成績がですね、どう変化していったかっていうのが、このグラフです。で、これは横軸が年ですね。で、縦軸が誤り率ということで、間違った率なので、低いほどいいということになります。で、例えば、2011年の時には、25% ぐらい間違えているということで、4分の1は間違えているということだったんですけれども、この、2012年ぐらいからですね、急激に良くなっています。で、これがですね、ちょうどこの2012年の時に、深層学習という技術が、登場というんですかね、復活という形らしいんですけれども、出てきて、これによってどん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 性能が良くなっていくというのが、AI ブームのきっかけというふうに言われています。で、この2015年にはですね、3.6% ということで、100枚中3枚ぐらいしか間違えないということで、これがすごいのかどうかというところが、若干分かりづらいかもしれないんですけども、実はこの人がやるとですね、5% ぐらいであるというのが、示されています。ただこれ人と言ってもですね、アメリカのスタンフォード大学という、ものすごくですね、トップレベルの大学に通っている学生の方がやってこれぐらいということで、それよりも、いい成績が、この AI によってできたということが、かなりこの2015年のところはですね、衝撃的な話として、受け入れられたという感じです。ただ少し誤解していただきたくないのは、じゃあ AI なら何でもできるのかというと、全くそんなことはありません。こういう特定のですね、ことはかなり強く、いろんなことができる、いろんなというか、性能が高くですね、できるんですけれども、他のことになると全然できなくなるということは、まだいろいろとあります。さて、このようにですね、技術的にはいろいろ進化、進歩していってるんですけれども、やはりこれをですね、どのように世の中に役立てていくのかということが、重要になるかと思います。で、実は先ほどこれまで2回ブームがありましたということで、2回ブームがあったということは2回廃れたということになるわけなんですけども、なぜ廃れたかというと、その世の中に使われるぐらいまでにならなかったというところが、大きな原因かなというふうに思っています。で、AI を、どういうふうに役立てるかというふうに考えると、私は2つぐらいのですね、方法があるかなというふうに思っていまして、1つは、生活を便利にするということで、先ほどの、例えばスマートスピーカーみたいなものは、こういうものになる。あともう一つは、社会の課題を解決するということかなというふうに思っています。社会課題というのは様々あるんですけれども、そのうちのですね、ちょっと一つのお話をしたいと思います。どういう課題かと言いますと、高齢化という課題です。で、皆さん、日本がですね、どんどん高齢化が進んでいるということはご存知かと思います。でこのグラフはですね、横軸が年で、縦軸が65歳以上の人の割合が、その国の中で何パーセントになりますかということを示したものです。で、日本とかヨーロッパ、アジア、アメリカが中心なんですけれども、このグラフを見るとですね、2050年には、なんと 39% の人がですね、日本では65歳以上になる。で、高齢化になると、何が問題なのかというと、もちろん働く人が少なくなるということで、日本がですね、海外からお金を稼げなくなるとかですね、そういうこともあるわけですけども、高齢の人が多いということは、介護が必要、非常に必要になってくるというところです。で、実はこのグラフはですね、その介護をする人、というのが、どれぐらい必要で、でもどれぐらいしか実際いませんよということを示しています。で、これも横軸は、年度ですね。で、縦軸で、青がですね、これぐらい介護する人がいりますと。で、赤が、実際に介護する人の数を、推定したものです。
そうするとですね、2025年にはですね、37万人ぐらいの人が不足するというふうに言われています。じゃあこの不足する分をですね、どういうふうに補うのかということで、もちろんこの介護する人をですね、なんとかして増やすという手もあるわけですけども、介護の負担をできるだけ減らしていくというところにも、が必要になるんじゃないかというふうに、と思います。で、介護施設っていうのは、皆さんあまりご存じないと思うんですけれども、非常に多くの業務があります。で、例えばですね、介助するために、食事とかですねを、介助するというときに、部屋に行きますだとか、ご老人ということもあって部屋でもしかしたら倒れているかもしれないということで、安全確認にですね、2時間ごとに部屋に行くとかですね、でもしこう何か倒れつまずいて例えばこけましたとなると、それがこうどういう原因でこけたのかとかですね、ちゃんとそのレポートとかに書かないといけないということで、いろいろと話をですね聞かないといけない。で、スタッフステーションっていうのは、スタッフの方がですね集まっている部屋なんですけども、ここでも介護記録というものを書かなければならない。で、普段はですね、その部屋に行って、例えば何時何分にご飯を食べましたとか、何時何分に起きましたということをですね、メモをしとくわけです。で、そのメモをスタッフステーションのところに持って帰ってきて、パソコンとかにですね、移し替えるということで、二度手間みたいなことになるわけですね。で、もちろんそのスタッフの方々同士で、情報交換みたいな、情報共有みたいな。ということで、その介護施設で働いている方々っていうのは、ものすごく多くの業務をされているということになります。で、私が関わったですね、仕事の話を一つさせていただきたいと思うんですけれども、人も行くケアサポートというものがあります。で、これはですね、この介護施設での業務を、AI とかスマートフォンとかを使って、改善しようというための、システムサービスというものです。で、具体的にどういうものかを少しお話しします。で、このシステムではですね、介護施設の各部屋に、左側にセンサーボックスってありますけれども、こういう、ボックスがですね、天井につけてあります。で、この中にはですね、センサーとか、カメラとかが入ってで、部屋の中の方が、どういう行動をしているのかというのを、そのセンサーとかカメラで捉えます。で、あと、バイタル機器っていうのは、体温計とかですけども、この体温計で体温を測ったとしても、手書きでメモを取るんじゃなくってスマホに入力したらそのまま自動的に登録されたりとかですね、介護記録もスマートフォンで入力したら自動的に登録されるだとか、そんな形で、これまで行っていた業務をですね、より簡単にというかね、負担を減らすという方法のことを実現できるシステムになっています。で、AI がここの中でどこで使われているかということなんですけれども、このセンサーボックスにカメラがついているというお話をしましたけれども、ここのカメラでですね、例えばこの部屋の中の方が、部屋の中で転倒したとすると、それを自動的に検出します。これは画像認識の技術を使っているんですけれども、で、点灯を検出されると、スタッフの方が持っているスマートフォンにですね、その時の画像とともに、点灯しましたよということで通知が飛ぶ。で、それを見てスタッフの方が部屋に行くということで、これまでですね、頻繁に部屋に伺わなければいけなかったのが、この点灯した時とか、何か物事が起こった時だけ行けばいい。ということで、業務が軽減するというようなことに、AI が使われています。で、その点灯検知っていうのは、具体的にどうやっているのかということで、一つですね、今日は画像を持ってきました。で、これは先ほどお話した、天井のカメラで捉えた部屋の中の画像です。で、赤外線カメラというものを使っているので、白黒になってますけれども、あと、これは実際のですね、介護施設で撮ったものではなくって、うちの会社の中にですね、介護施設の部屋を模擬した
ものを作ってですね、まあ、そこの部屋の中の画像を示しています。でこの人はちょっとよろよろ歩いてますけども、実は私の同僚でわざとのほどを歩いています。で今歩いてきてですね、ちょっとわざとらしいですけれども、まあ、ここで転倒する。でこれが本当に AI で検出できるのかということを示したのが次の画像です。ちょっといろいろと書いてあるのと、まあ、英語で書いてるところもあるんですけども、まあ、どういうことをしているかっていうと、この四角でですね、人のいるところが囲われているのが分かると。でまず、まあ、こういうふうに、まあ、人がどこにいるのかというところを見つけてあげて、あと人の上にですね、ちょっと骨格っぽいものが書かれているのが分かるかと思います。これでですね、その人が、まあ、どういう姿勢をしているのかというところを、まあ、AI が認識をしている。で姿勢がどんな風に変わっていくのかというところで、ちょっと上の方にですね、一番上に水色で書いてあるところが AI がその人がどういう姿勢で今いるのかというのを判定した結果なんですけれども、こけてしまったところなのでちょっと少し待ちますと、今こうスタンディングとなっていて、まあ、立ってますよと、まあ、これが AI が判定した結果 でここで転倒すると、まあ、フォーリングダウンということで、まあ、転倒しましたよということを検出すると。で転倒したら先ほど話したように、まあ、その結果が介護スタッフがもらされているスマートフォンに通知がいるということになります。でまあ、これでですね、まあ、どれぐらいの作業が軽減されるのかというところなんですけども、これは導入前と導入後でスタッフの方がまあどれぐらい動いたかというのをですね、測ったものなんですけども、まあ、日勤昼間だと 10% ぐらい、まあ、夜勤夜だと 30% ぐらいということで、まあ、かなり介護の作業が軽減されるということが分かっています。まあ、このようにですね、AI とか、まあ、ICT の技術を使って、まあ、社会課題の、まあ、ごくごくまだ一部ですけども、まあ、解決できるという例を示します。まあ、このように AI が今生活の中にですね入ってきて、まあ、これからもどんどん入ってくる、まあ、生活社会の中にですね入ってくると思うんですけれども、少しですね見方を変えてみたいと思います。見方を変えるとですね、これはまあ人の仕事がまあ AI に置き換わるということになるかなと思います。とするとですね、まあ、人の仕事がまあなくなってしまうというふうな問い方もできるかと思います。で、数年前に発表されたまあ AI によってなくなる仕事という話があります。これは発表された頃ですね、まあ、かなり衝撃的な感じだったんですけれども、AI によって、まあ、細かく皆さんから読めてるかどうか分かりませんけれども、読み上げませんが、まあ、こういうですね仕事がまあなくなっていくというふうに予測されています。でこれはですねまとめると、まあ、日本の労働人口の約半分が AI、まあ、あとはロボットとかで変わりますよということを言っていて、まあ、かなり衝撃的なわけです。でまだですね高校生とか大学生の皆さんは、大丈夫かなと心配になるかもしれませんけども、まあ、このようなことはですねこれまでの歴史で、まあ、何回も起こってきているわけです。まあ、産業革命という言葉は、聞かれているかもしれませんけれども、今回のですねこういうまあ AI とか IoT というものとかで起こる産業革命を第4次産業革命というふうに呼ばれています。で、皆さんがまあ一番おそらくよくご存知なのは、まあ、第1次産業革命ということで、まあ、蒸気機関によってまあ工場の機械がですね、工場が機械化されると、まあ、それによってまあ仕事が工場で働いていた人たちの仕事がなくなるということで、暴動が起こったりとかですね、いうことがあったということは、歴史とかで習っておられるかもしれませんけども、まあ、そういうことが、まあ、これまで3回起こっていて、まあ、今回の産業革命は第4次だ、まあ、ということは、まあ、これまで3回起こってきたところも、
人類は乗り越えてきてですね、まあ、今回も乗り越えるだろうということはですね、わかるかなというふうに思います。じゃあ一方で、まあ、どういう仕事はなくならないと言われているのかということで、こういう、まあ、ここでもですね、細かく読めるかどうかわかりませんけども、まあ、たくさんの仕事が当然、まあ、なくならないというふうに言われています。これまとめてみるとですね、まあ、どんな仕事がなくならないと言われているかですけれども、まあ、専門性、まあ、高い専門性が必要ですよとか、まあ、物を作る、まあ、創造性が必要ですよとか、まあ、人とコミュニケーションを取らないといけないですよとか、まあ、こういう仕事は、まあ、なくならない仕事というふうに言われています。まあ、このようにですね、AI がですね、世の中にまあ浸透していく時代で、じゃあ、まあ、皆さんどういうですね、力をつけていかないといけないのか、まあ、力をつけていってほしいのかというところをですね、まあ、最後にお話ししたいと思います。でこれはもう私の考えなんですけれども、データをですね、まあ、正しく理解する力を身につける必要があるのではないかと思っています。例えばこれまでですね、営業であるとか、それから会社の経営とか、まあ、様々なところで、まあ、勘、経験、度胸、まあ、これで、これが重要だというふうに言われていました。で、まあ、もちろんこれは、まあ、なくならないというふうに思っているんですけれども、まあ、今後はですね、それがデータに基づいて判断するというところが基本的な考えになってくるかなというふうに思っています。で、例えばちょうど昨日のですね、新聞に、ある保険会社の営業の人たちですね、データサイエンスの教育をするんだと、何千人とかいたりですね、するということが、まあ、新聞に載ってたりしましたけども、まあ、そういうこれまで勘経験度胸でやってきた、まあ、営業の人たちも、まあ、データを分析して、まあ、それに基づいて、まあ、営業活動するとかいうことが求められてきているということになるかと思います。で、ちょっとデータサイエンスとかいうとですね、結構難しい、こういうですね、数式をいっぱい操って、ものすごい頭のいい人がですね、分析をしてるんじゃないかみたいな感じに思うかもしれませんけれども、まあ、決してそうではありません。データ分析の手順っていうのは、標準的にこういうやり方があるんだよということでですね、まあ、定められているのが、まあ、ここに図示したものです。で、この中で、今、四角がですね、6つあるんです。もう、まあ、一番時間がかかるとか一番重要だと言われているのが青字で書いているところになります。まあ、ビジネス、まあ、どういうところで使うんですかということ、それからまあデータの理解ということで、まあ、データがどういうものですか、まあ、そこからまあ準備をする、まあ、この3つが一番時間がかかる。でその下にまあモデリングっていうのがあるんですけど、まあ、これが実際にデータを分析するだから実際にデータを分析するというよりもその手前のところが重要ですよということになります。で、まあ、ここのですね、まあ、データの理解というところが、まあ、かなり重要かなというふうに私自身は思っています。で、まあ、データの理解ってどういうことなんですけれども、これはまあ、ある一部ですね、あるものすごく多いデータの一部をですね、数値で並べたもので、まあ、これだけ見ても何かわからないわけです。で、私が見ても何かわかります。で例えばデータの理解ってどういうことなんですけど、まあ、いくつかやり方があるんですけども、非常に標準的に使われているのは、まあ、これをですね、可視化、まあ、見えるようにすると、図に示すということで、実はこれグラフにプロットすると、こんな形になります。そうすると、もう全然この数値を見ているときと、この図を見ているときは、まあ、このデータに対するですね、考え方っていうのが全然違うかなと思います。で実は世の中のですね、データサイエンティストと呼ばれている人たちも、こういう形で最初に処理をして、まあ、データが実際どういう類のものかっていうところを見るというのに、ものすごく時間を割いています。まあ、そこまで分かれば、あと実際に分析するっていうのは、そこまでですね、時間はかからない。まあ、逆に、もう分析せずにこれだけで結果を出すというような、まあ、データサイエンティストと呼ばれている人たちもいます。ということで、まあ、データの理解っていうのはですね、まあ、難しくないというふうにですね、思っていただいて、かつ、これも、まあ、Excel とかですね、大学生の方なら使っておられると思いますけども、まあ、そういう表計算のソフトで簡単にできますので、まあ、こういうですね、スキルをつけるというのを少しですね、試してみて
はどうかなというふうに思います。では最後に、私からのメッセージになりますけども、まあ、AI がですね、まあ、どういうふうに進歩してきたかということでお話しましたけども、まあ、途中でも少しお話ししたように AI というのは全然万能ではありません。で、まあ、AI に任せっきりみたいな感じでですね、AI に使われるということがないように、まあ、AI を正しく使うというスキルをですね、身につけていただきたいなというふうに思います。から、まあ、第4次産業革命というですね、まあ、AI 時代というものが、まあ、来るということが言われています。まあ、それに備えて、まあ、データを理解する力というのを身につけていただきたいというふうに思っております。私からのお話は以上です。どうもありがとうございました。近藤様、実践会でのご協力も、ね、大変貴重なご講演ありがとうございました。介護カメラとかは本当に介護必要な方にとっては、本当に生き死にを左右するような、非常に大切なご協力だったんじゃないかと思います。それでは引き続きまして、第2部としてパネルディスカッションを始めさせていただきます。テーマは、今求められる AI 技術とは、社会が求める AI 人材育成のためにということで、社会が大学や大学生に求める AI 技術や、まあ、その基盤基礎と、それを叶える大学側の、まあ、姿勢といいますか体制について、議論いただければと考えております。YouTube のチャットでの質問も引き続き受け付けておりますので、よろしくお願いします。パネリストにつきましては、今皆さんから見て一番左が私の間ですが、その次が今ご講演いただきました古民家ミノルタ株式会社の近藤様、その次が最初に挨拶をいただきました学長の田上先生、そして一番右はすでに公開されておりますチュートリアル講演で、やっていただきました本学経営情報学部准教授の松田先生です。近藤様には社会といいますか、まあ、企業の代表として、で、田上学長にはまあ大学のリーダーとして、松田先生は、まあ、実際に本学でデータサイエンス関連の講義を実際にされておりますので、直接学生さんと対応している教育現場の代表として、まあ、ただまあそれに縛られることなく、まあ、自由にご議論いただければと思っております。でまず最初にですね、ちょっと田上先生と松田先生の方からですね、今講演いただいたのことにつきまして、まあ、コメントとか質問とかもしあればいただきたいんですけども、田上先生いかがでしょう。はい、貴重なご講演ありがとうございました。我々、まあ、基本的にはその AI というものがまだどんなものかよく分かっていないというのが現状だと思うんですけど、まあ、相手のカメラの映像でもって当たってるんだな、座ってるんだなということが実際に認識されているということが非常によく分かりました。で、まあ、あれなんかは他でもですね、いろんなところに使える技術だろうというふうには思うんですけれども、これがミノルタさんの方では相手はいわゆる人間の姿勢のセンサーセンシングというものがどういったところで使われているんでしょうか。はい、そうですね、例えば、店舗、お店でですね、その棚の前に来た人が、まあ、どういう行動をするのかみたいなところにも技術を使っている。この先ほどと同じように天井にカメラを取り付けて、まあ、棚のどの商品に触られたのか、まあ、触ったけど買わなかったとか、触って買ったとか、まあ、そういうその普通のその購買履歴だけではわからないような行動をまでわかるというような、まあ、そういうサービスにつなげているものが一つあります。まあ、他にも全然違うフィールドでいきます と、スポーツのですね、解析みたいなものを使っている。例えばマラソンのですね、走っている姿勢を、まあ、横でから捉えて、それがマラソンの本当の選手の方と、まあ、アマチュアで頑張って走っている方と、まあ、どれぐらい違うのかをこう簡単に比較できるようにしたりだとか、いうようなことも開発しています。まあ、それはちょっと商品というよりも、少し展示会とかで展示して皆さんに楽しんでいただくというようなことが主流なんですけども、まあ、その他にもさまざまなところでですね、今技術がまあ応用されているということになります。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、本学にはいわゆるビジネス関係をやってます経営情報学部以外に流通学部なんてございまして、でその流通学部ではスポーツマネジメントコースなんてございます。そう考えますと、まあ、ああいったいわゆる画像解析とそういう分野と その接点というのは結構多いんだなというふうに思いました。はい、どうもありがとうございます。松田先生、いかがですか。はい、興味深いご講演ありがとうございました。おそらくその、まあ、データサイエンスだとか AI っていうと今そのいろんなツールがインターネット上にありまして、若い人たちはですねいろんな情報を獲得してます。で、まあ、インターネット上で私のビデオの中でも話をしましたけど、いろんな技術を学べたりとかですね試せる環境もすでにたくさんあるので、おそらくそういうふうな人たちで、いやそっかこういう会社でこんなことやってるんだからぜひ自分たちもそういうところで働きたいというふうなことを思っている学生さんも、まあ、いると思うんですよね。でそこでですね、ちょっとYouTube の質問の方にも少し、まあ、少しだけ被るかもしれないんですけど、まあ、要はどんなことを勉強してればいいんやろうっていうふうなところで、じゃあ現場でそういうふうなものが開発されました、そうすると介護施設で使いますよね。そうするとですね、技術として勉強しようというふうな人たちは自分たちはですね、もうすでに画像認識を98% ぐらいいってるんですっていうふうな自信を持っていくと思うんですね。でもやっぱり現場ではいろんなことが起こると思うんですよ。でそうした時に、じゃあその実際に製品を持っていく人と、まあ、開発している人は別っていうことだと、まあ、もしかしたら同じ部分もあるかもしれないんですけど、現場に行った時にはじゃあこれを持ってきてどういうふうな説明をするのかとか、そういうふうな話もあると思うんですね。なので若い人が会社に入ってそれをやりましたっていう時に期待通りに働けてるのかっていうのも学生さんとか不安に思うんじゃないかと思いますので、そのあたりのことですねお聞きできればなというふうに思っています。ありがとうございます。今おっしゃられた通りでですね、その技術、その会社の中で開発した技術がどれぐらい精度が良くて もう90%何にしとか言っても現場に持っていくと動かないことはお恥ずかしながら多数あります。で、お客様から叱られる、お叱りを受けることもあります。で、学生の間は、やはりまあそういう経験はまあもちろんできないので、そういう専門性を高めるっていうところに力を注いでいただくのがいいかなというふうには思います。で、逆に言うと、会社に入ると、そういう経験がかなりの比重を占めてきますので、嫌でもそこでも学ぶことができると。で、まあ、そこで実際その、技術を本当に世の中で使うためには、何が足りないのか、技術だけのことを考えてはいけないということに気づくと思うんですけども、もうそれはその会社に入ってきてからでも十分気づけると思いますので、まあ、学生の間はやはり専門性かつその自分はこれをものすごく自信を持ってますと言えるものを見つけていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱりこう働いて違ったなって思うられるとちょっとあれですよね。だから若い人たちにこう、だから我々もそういうところら辺をですね、うまいことリカバリーしていくというか、まあ期待、やっぱり若い人たちに期待通り働いてもらいたい、もちろんそうじゃないというところがいっぱいあると思うんですけど、よりですねこう楽しく働いていけるというんですか、そういうふうなものとかをこう教育現場も社会も一緒にですね作り上げていきたいなというふうに思いますので、なんかこうそういうふうにするのになんかいいアイデアとかあったりしませんでしょうか。そうですね、そういう意味では、AI とかデータサイエンスの部分って純粋な研究もまあありますけど、まあ、他の分野から比べるともっとこう実用寄りの話が多いかなと思います、はい、なのでそこで学生の方に、まあ、例えば、インターンシップに来ていただくだとか、まあ、そういうことも我々の方でも盛んにやってますし、共同研究させていただくとか、あとはですね我々のところではハッカソンとかやってまして、例えば先ほど の姿勢の認識みたいな画像認識のモジュールをそのままその日お渡しして、はい、1回これでこう何か思うものを作ってくださいと、うん、で2日間ぐらいなんですけど我々も想像しなかったようなものが来たりとか実はしてまして、そういうことを通すとその、まあ、我々は逆にその何ですかね、こういう商品を作るというのでこうまっすぐ見てるところなんですけども、また違う視点をそこから学ぶことができたりとか、我々も学ぶことが多いですので、まあ、そういう取り組みを通して、大学と、まあ、企業がですねこういいコンビネーションですか、
コラボレーションしていくっていうのは、今後もっとですね、盛んになっていくべきじゃないかなというふうに思います。私がなんかいっぱい喋るの前なんですけど、情報系の学会とかも、こうなんか何年かスパンとかで結構いろんな人が参加するようになって、最近企業の方と学生の共同研究とか結構増えてきてて、これが聞いてると面白いんですよね。いろんな分野の情報がそこに入ってきて、そこでまあみんなそのマシンラーニングとかを使ってとかですね、使おうと思ったけどなかなか失敗してとかっていう話もあったりして結構楽しいんですよね。なのでまあそういうところでいろいろなんか交流がですねできてくるんじゃないかという私は期待してるんですけど、会社の方としてはそうどうでしょうか。そうですね、先ほどもお話したような感じでインターンシップだとか共同研究とかは、やってますので、かつまあそういうところで、学んでいただくことは多いかなと思っています。その例えば教科書っていうんですかね、その画像認識でもデータサイエンスでもいいんですけれども、まあ、何か今参考書みたいなものを使うとプログラミングしながら学ぶっていうのがある、まあ、必ずデータがついてくるわけです。ただ実社会でいうとデータがないっていうことが結構多くて、そこからどうするみたいな話とかは、まあ、全く教科書には載ってないような話になるんですけども、まあ、そういうところを体感いただくだけでも、まあ、かなりそのあこういうこともやらないといけないか、ああいうこともやらないといけないかみたいなところは学んでいただけるんじゃないかな。チャットの方でも、いくつか質問が来てまして、正直質問来るかなとドキドキしてたんですけれども思いのほかいっぱい質問いただいているので、まあ、それにお答えいただく形で議論を進めたいと思うんですが、ちょっといくつか、話していただきますと、例えば AI は便利というよりも管理というイメージがあります。で実際はどう進んでいくのでしょうか。そのガイドラインを策定させるという話も聞きませんのですという、ご質問があるんですが、この質問いかがでしょうか。そうですね、まあ、ガイドラインの話は、進んでいるというか、まあ、そういうものを作らないといけないというのは、起こっています。で、まあ、ただまだまだこれからというところで、そうですね、その先ほどの講演でお話しさせていただいた、まあ、深層学習みたいな技術ができて AI の性能がまあ人を超えるみたいな時だった時に、確か2045年にシングラリティが起こると、その AI が完全に人を超えるみたいな話があって、まあ、かなりその頃話題になったかと思うんですけども、まあ、今のその定説というか、特に AI の研究をされている先生方とお話をしても、まあ、来ない、まあ、AI が人を超えることはないんだっていうその意見が、まあ、かなり多くなってきてるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、その管理っていうのは、まあ、確かにそういう側面はあるかもしれないですけど、それはあくまでもその、例えばそうですね、その監視カメラみたいなやつの管理、あくまでも安全を守るための監視であって、こう何か人がをこう逐一監視しているっていうのとはちょっと違うと思ってますので、そのあたりはそういうあくまでも人に役に立つためのものとして AI を使うとか、まあ、使わなければならないということではないかなというふうに思います。今のにも少し関連するんですけれども、別の質問として。この先ほどお話しあった第四次産業革命の話がありましたが、そうすると、まあ、新しい職種が生まれて、で、まあ、労働時間とかが、縮小するんではないかと、生産性が上がりますので、その辺、全社会的には労働時間はどうなるのでしょうかという質問がありますが、今企業のお立場からしてその辺の考えは。そうですね、労働時間がどうなるか、まあ、減っていく方向にはなるかと思いますけど、まあ、どこまで減るのかっていうのはちょっと正直わからないです。まあ、もう世の中の、まあ、これは AI 云々とか関係なく世の中の流れとして、労働時間を、まあ、短くして、まあ、残業を減らして、
を上げましょうということで、ワークライフバランスみたいなことはですね、もう何年も前から言われていますし、まあ、老人は減っていくと。ただ、まあ、一方で、まあ、いいか悪いかは別として、世の中の流れが速くなっていくっていうのも間違いがないと思いますので、どん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 労働時間が減っていくかっていうと、まあ、ある程度のところで止まるんじゃないかなというふうには、個人的には思います。特に今年、このコロナ騒ぎでテレワークが一気に進みまして、これで働き方はすごい変わるんじゃないかと思うんですが、御社ではテレワークとか、今も推奨という状態で、まあ、どうしてもその、会社に出ないといけないその工場とかですね、まあ、っていうところの方たちは、まあ、会社に出てますけども、まあ、我々の開発部門、特に我々はコンピューターがあれば仕事ができるということなので、例えば私の部署でいくとそうです、ね、平均すると 20% ぐらいとかですね、出社率、そんな形ですけど、まあ、業務に大きな支障が出ているかというと、まあ、特にこれまで変わりなくできているということで、まあ、もしこのコロナがまあ収まったとしても、大きくは、まあ、少しは戻るとは思いますけれども、完全に元に戻るということはないんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。あと、教育絡みの質問もいくつか来ておりますが、少しお聞きしたかと思うんですけれども、まあ、データ理解力に絡めてですね、本社ですね、企業では、どういう能力育成を行われているのかということで、採用とか研修の体制について少しお話しいただければと思うんですけれども、まあ、多分メーカーさんですので、理系というか技術職中心の採用じゃないかと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。そうですね、採用に関しては、新卒の採用の方は、まあ、基本的には理系、特に、まあ、我々の方で言っていくと情報系の方が多いです。で最近その、まあ、とはいえ、特に AI とかデータサイエンスのところは、もう完全に売り手市場になっていて、なかなか学生の方に就職していただこうとしても、なかなか難しいということもあって、まあ、我々のところで第二新卒みたいなことを言い方をしてますけれども、一旦会社に入って、でもやっぱり AI をやりたい、データサイエンスをやりたいという方が結構今多いんですね。で、そういう方がまあ転職をして、まあ、うちに行くということも最近多くなってきています。あとですね、これは学長や松田先生に伺いたいと思うんですが、まあ、大学生あるいは高校生の頃にどのような勉強すべきとお考えでしょうかとか、別の方はですね、まあ、音楽は主に文系の学部、音楽部ですけれども、この文系と理系の学生は全体に対する馴染みの程度が異なると思いますが、器楽とではこのような問題に対してどのような対策を行っているでしょうか。例えば、授業の内容のコロナの何か具体例がありましたらご教示いただければ幸いですというふうな質問がありますが、じゃあこれはまず現場の松田先生にどのように答えますか。これ一番難しい質問なのでうまくかわしたかったですまあ、私はその、まあ、数学の授業だとか、まあ、データサイエンスっていう科目の授業を、まあ、担当してますけど、やっぱりこう、例えば数学を勉強しましょうっていうと、まあ、多分ほとんどの人は同じイメージです。教科書に書いてる公式があって解き方があって問題をたくさん解いてなんとか理解しよう、まあ、多分そういう感じになると思うんですけど、まあ、そのやり方だと興味をやっぱり持てないですよね。で、一番大事なのは公式を覚えて解くって、それは今インターネット発達してるんでその時使えばいいんです。どういうふうに頭を使えばいいのかっていうことがまあ一番大事だと思うので、いわゆるこう一般的な理系だと思うんです。瞬発力的に問題が解けるでも、多分頭はほとんど使ってないですね。どんなに簡単な問題でも頭をたくさん使わないといろんな答えのパターンが出るっていうふうな問題もいろいろ作れますんです。まあ、私はそういうふうな感じの
ゲーム性を重視しています。なので、まあ、そのやっぱり文系の学生がうちは多いですから、公式を無理やり覚えさせるというよりかは、多分どんなに数学の公式をたくさん知っている人でも、全く数学がわからない人でも同じ土俵で考えられて、で答えのパターンたくさんできると。でこういうような思考回路というのは、まあ、そのいろいろこれから大事だろうなと私自身は思っていますので、まあ、そういうふうなことをやっています。なので、まあ、じゃあ今どんな勉強すればいいですかというよりかは、興味関心を持って飛び込んでくれる人っていうんですかね、私はそういうふうな人に大学に来てもらいたいなというふうに思います。で、まあ、私の範囲の中にできる限りの経験をさせてあげるというようなことを通しながら、まあ、楽しくですよね。さっきその、時代が変わっていって、楽しい、まあ、その労働が楽しいか楽しくないか、楽しく働けたらいいんじゃないですかっていうふうな感じのところを私はその視点に入れていきたいと思いますので、とにかく気持ちですね、ハートを持った学生さんを育てていきたいなというふうな観点で私はやっています。ありがとうございます。全学部も友達としていかがでしょうか。なんか責任が重いようになりますあの私も、まあ、まあ、先ほど松田先生もちょっとお話しされてましたけれども、まあ、本学、まあ、基本的には文系、いわゆる、まあ、社会科学系が中心で、まあ、自分科学が入っているというのはこういう構成なんですけれども、まあ、文科省なんかも言ってますけれども、これからはそのいわゆる文理の垣根というものがどん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 低くなっていく、なくなっていくという時代だと。で特に、まあ、この AI やデータサイエンスというこういった分野、まあ、今後の社会を形作るインフラになっていくであろうという、こういう分野というのは基本的にその文系の発想、今まで文系の発想と呼ばれていたものが理系に求められ、で理系が知っているそういういわゆる技術的常識、あるいは数理、こういったものが文系に求められると、こういう時代になってくるんじゃないかというふうに思うんですね。で、まあ、私の今現在今考えてます、まあ、先ほどもちょっと言ってましたけども、あの、まあ、新時代の実学教育、いわゆる次世代型実学教育というものの中では、こういったところを取り上げていかないと、まあ、今後社会を背負っていける人間が、育てられないんじゃないかということで、文系と言われている阪南大学の全学生にこの AI データサイエンスの基礎教育を行う、しかもこれ1コース開くということではなくって、体系的に積み上げられるようなコースを開くということを今目指しております。もう、まあ、ここ数年の計画も出来上がっているんですけれども、そんな中でも一番やっぱり重要になってくるのは興味を持ってほしいというところなんですね。特にその経済学を学びたい、あるいは経営学を学びたい、そういう学生はデータをどう使ったらいいのか、データってそもそも何なのか、何ができるのか、こういうのを高校の間にある程度身につけていただければ、そういう頭でもってうちの AI データサイエンス教育を受けていただければ、それぞれの分野でそれぞれの形でそういったものを育てていけるんじゃないかというふうに今考えています。まあ、非常に難しい取り組みではあるんですけれども、まあ、これが一つ今後の主流になってくるのかなというふうには考えています。ありがとうございます。まあ、実は私も20年前までは企業の研究開発の部門におりましたので、まあ、あの特にメーカー系はですね、まず理系を取って、でそれでいろいろ勉強させるみたいなのがメインだったんですが、これからはもしかしたら、例えば先ほどの介護カメラでしたら、介護の現場のスペシャリストの方が AI を学んで、例えばコニカミノルトさんが研究開発に入るとか、そういうのもあり得ると思われますかね。そうですね、あり得るんじゃないかなと思います。で、あの、まあ、少し今のお話と違うかもしれないですけども、あの介護、さっきの介護施設の話は実はまだ続きがあってですね、あそこの中でいろいろデータが蓄えられていくと、それをもっとさらにその介護の改善とかに役立てようという取り組みをやろうとしています。そうするとその施設の方がもうそのデータを直接理解しないといけないみたいな形になるので、まあ、データサイエンティストっていうのかどうかはちょっと違うかもしれないですけども、まあ、そういうスキルがその人にも求められるし、まあ、その人はそういうスキルをつけていくというようなことに今後はなっていくのかなというふうに思います。ありがとうございます。勢いがついたようにじゃんじゃんチャットが入っていってるんですが、どの方にしま
平安時代で生活するために注意すべきこと、努力すべきことがあればご教示くださいという質問があるんですが、近藤さん、何かありますでしょうか。ちょっと先ほどの話そのままなんですけども、やっぱりその AI に使われないっていうことなのかなと思います。やっぱり今特にその AI の方がことをよくご存じない方は、まあ、AI なら何でもできると思ってしまう部分もあると思うんですね。実際私もその会社でお客さんとお話をしているときに、AI ならこれぐらいのことできるでしょうって言われることは実は結構あります。なんでかなり説明に苦労はするんですけれども、先ほども話したようにもう全く万能ではないですし、まあ、これからもっと良くはなっていくと思うんですけど、まだまだ万能ではないので、そういうそのある程度やっぱり疑いの目っていうんですかね、まあ、本当なのかなっていうところをちゃんとこう、考えながら使う、っていうようなところは必要になるんじゃないかなと思います。今のにも関連するかもしれませんが、IT 弱者という言葉があると思うんですが、この AI 弱者という人もじゃあ生まれてくるのでしょうかという質問がありますが、いかがでしょうか。小田さんも。まあそこはそう同じかなとは確かに思います。今そういうことは聞いて、ああなるほどなと思いましたけども、その先ほど、まあ、いかにうまく使いこなすかっていうところで、やっぱり使いこなせる人は、何かこう何ですかね、得をするというのか、まあ、起こってくると思いますし、うまく使いこなせない人は、まあ、損をするというか、まあ、得ができないとかいうことは確かに起こるかもしれないですね。田上学長、何かコメントありますか。AI 弱者についてですか。弱者に ならないようにという感じですかね。私は先ほどの近藤さんの話もありますけれども、この AI 弱者っていうのは、まあ、IT 弱者というものとちょっと違うと思うんですね。でこの AI 弱者は一体何かというと、私も AI 弱者って生まれると思うんですよ。これ AI に騙される人たちだというふうに思います。AI というのはやっぱりこれ人間の模倣というところが一番やっぱ大きいんで、どん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 人間に近づけていってるというのはこれは確かだと思うんですね。で、ある一定のところを超えると人間に理解できないようになるんで、もう絶対的な信頼を置くか絶対的に否定するかどっちかになっちゃうと思うんですよ。でこの絶対的に信頼を置いた時が一番怖いわけで、で、まあ、今のところは、まあ、いわゆるその部分的な AI って言いますかね、まあ、これが総合されて、いわゆる統合型の AI、汎用 AI なんていうのができた時が、まあ、一番怖いんだろうと思うんですけれども、そこで AI に騙されちゃったら、これ AI 弱者ですよね。というふうには思ってますが、当面の間はまあ大丈夫かなと。まだ AI が全然変なチョコですから、今のところ。松尾先生、何かありますか。私はそのどうしても AI を作っていくのが、基本 IT 技術じゃないですか。だから、AI で田上先生の話で、あ、なるほどなと思ったんですけど、やっぱり IT の中の常識の中でしかまだできてないので、すごい難しいなと思って、ちょっと自分自身のテーマとして考えていきたいなと思いました。あと、これは松田先生かな、AI とデータサイエンスがセットでテーマには今回しているんですけれども、AI 付きのデータサイエンスと、まあ、それ以前のデータサイエンスの、はい、違い、何か挙げられますかという質問ありますか。それめちゃくちゃ難しいですよね。まあ、そもそも AI が結構バズワード的なところもありますから。まあ、そうですね。まあ、でもここにも書いてられている通り、回帰分析っていうのはものすごくシンプルな手法ですけど、ものすごく強力な手法でありますよね。まあ、だからまあその、まあ、教育というか、まずはそのこういうところから理解していって、まあ、あとはどういうふうに発展させるかじゃないですか。多分 IT、 今さっきの私のあれと一緒ですけど、 IT と AI というのが、要するに IT があっての AI なんですよね。だから実現させる技術があってのじゃないですか。だからそれとこれっていうのは、まあ、ずれないんでしょうけど、そこに対するまだその答えっていうんですか、考え方自体の方向性もまだ多分明確に、なんですかね、進んでいくと、どういうふうに持ってるかわからないということだと思いますので、まあ、その今のところはまあそのデータサイエンスの AI も同じような枠組みで考えてもいいですし、違うっていうのを考えていける人の
がもしかしたら大事なのかなというふうに思いましたね。近藤さんも何か。それより、まあ、その AI って、まあ、今バズワード的になってるみたいなところで、あまりそのなんていうかデータサイエンス、その AI、どちらかというと私 AI はその手段的っていうんですかね、まあ、総合的な名前なんですけど、データサイエンスにとっては手段的なところかな。データサイエンスの根幹はやっぱり、まあ、そのデータを理解する。の話別に解決分析で解決できるんだったらもうそれに越したことはないですし、あのそのために難しい技術を使って解決するのか、これまでの従来のやつで解決するのかぐらいの、ま、なんかそういう違いなのかなというふうには思います。ありがとうございます。お話はちょっと尽きないんですが、もう3時過ぎまして、そろそろお時間ですので最後にですね、まあ、この講演会を指定していただいている方々、たくさんいらっしゃるかと思うんですが、まあ、特にですね、これからの社会を生きていかれる高校生とか大学生の皆さんに対して、一言ずついただければと思います。でこれはじゃあ松田先生の方。分かりました。あの高校生とか大学生に分かりやすい内容になったかどうかっていうのは自信はないんですけど、とにかく、まあ、私もさっき言ったなんか飛び込んでみようかなっていうふうな気持ちを持ってですね、やってくれる人がですね、阪南大学に来てくれると嬉しいなというふうに思ってますので、どうぞお待ちしております。田上学長。はい、まあ、今高校これから大学を目指している方々はですね、私も先ほど申し上げましたけれども、やはりこのいわゆる AI やデータサイエンスという分野、どこに行こうと付きまとってくる分野になってくるというふうに思います。ですからこの分野にぜひ興味を持って目を見開いておいていただきたい。でそれがまあ将来 AI 弱者にならない、という一つの手段なのかなというふうに思います。ということで、うちの阪南大学の AI データサイエンス教育を、これからも全学生が受けられるという体制で、構築していきますので、ぜひご期待いただければと思います。どこですか。はい、まあ、高校生大学生の方に、まあ、特に文系の方が多いということですけども、まあ、やはりそのこれからデータをいかに理解するかというところ、まあ、そこは避けて通れないというか、まあ、その力をつけると逆に、どんどん力がついていくということになるかなと思いますので、まあ、なかなか数学とか苦手という方はですね、とっつきにくいかもしれないですけども、まあ、一度ちょっと足を踏み込んでみてはどうかなというふうに思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、これにて講演会を終了させていただきたいと思います。まあ、私ちょっと拙い進行でこういうのを初めてでしたので、まあ、いろいろお聞き苦しい点もあったかもしれませんが、何かしら、視聴いただいた皆様の役に立つようなことがありましたら幸いです。それではありがとうございました。